こんにちは。今日は DQ アンプを作りたいと思います。普通に DQ アンプを作っても面白くないので、今日は趣向を変えてなるべく小さくなるような DQ アンプを作ります。具体的にはですね、この基板上の上に収まる大きさの DQ アンプを作ります。それでは実際にどんな部品を使って DQ アンプを作るのか見ていきましょう。これは基板です。縦が 19mm、横が 13mm です。基板表面の部分に表面実装部品をハンダ付けします。中央部分の IC1 の部分にオーディオ IC をハンダ付けします。この IC はハンダ付けする部分が表面からは見えませんので、リフロー方式でハンダ付けします。次に使用する部品を見ていきます。下に置いてある定規の単位はミリですので、部品自体は非常に小さいです。左から順番にチップ抵抗、チップの積層セラミックキャパシタ、その隣も同じセラミックキャパシタ、受動部品はすべて日本製を選びました。そして DQ のオーディオ IC です。こちらはテキサスインストルメンツの IC です。オーディオ IC は電子部品の通販サイトである RS コンポーネンツを使って注文しました。オーディオ IC の中でも最小のものを注文します。検索に引っかかったのが先ほどのオーディオ IC です。1個91円で購入することができます。最低購入単位は10個です。もう少し安い63円で同じものを買うことができますが、その場合最低購入単位は250個になります。そんなに必要ないですね。ちなみにオーディオ IC の裏側はこのようになっています。ウエハが少し透けて見えます。指先に部品を置いていましたが、このように非常に小さいです。くしゃみをすると飛んでいくと思います。これはオーディオ IC、 1円玉と大きさも比較できます。ハンダ付け作業に入る前に使用するオーディオ IC の説明をさせてください。この IC は TPA2011D というテキサスインストルメンツからリリースされているオーディオ IC です。 DQ アンプなので、あの大きさで 1.46W 以上を出力できます。今書いているのはオーディオ IC の内部です。あの IC の中にオペアンプ、 PWM 発生器、キャリア信号発生器、そして H ブリッジ回路が入っています。入力部分のオペアンプは作動入力になっています。オペアンプの出力信号は PWM 変調器を通ってパルス状のゲート信号に変換されます。 H ブリッジの出力部分にはスピーカーがそのまま接続されます。これは PWM のキャリア周波数が 300kHz と非常に高いためです。このため H ブリッジのキャリア周波数も 300kHz となります。このため出力端のローパスフィルターは必要なくなります。もちろんあった方がいいですけどね。次に回路乗数の設計をします。今回はシングルエンド入力としました。入力部分に RC のハイパスフィルターを設置します。オーディオゲインは入力信号によって決定されます。またハイパスフィルターのカットオフ周波数は入力抵抗の値と、そして入力キャパシタンスの値によって決まります。今回はオーディオゲインは3倍に設定しました。またハイパスフィルターのカットオフ周波数は 16Hz に設定しました。次にオーディオ IC の電源端子に接続するキャパシタンスの値を設定します。データシートによると、こちらの CS には10マイクロファードのキャパシタを使用すると良いとのことでした。ここで一つ注意点があります。今回使用するのは積層のセラミックキャパシタです。積層セラミックキャパシタは DC 電圧によって静電容量が変化する特性があります。 DC 電圧が高くなるほど静電容量は減少します。DC 電圧は 5V ですので、静電容量は定格の 50% まで低下します。10マイクロファラードという要求を満たすため、今回は22マイクロファラードのキャパシタを使います。回路乗数設計が終わったので、実際に回路を書いていきます。回路図を書いて PCB をデザインし、そしてこちらのようになります。設計が終わったら製造業者に発注します。今回は JLCPCB を使いました。回路設計が終わったので、部品をハンダ付けしていきたいと思います。この基板上にですね、部品をハンダ付けします。で、オーディオ IC のハンダ付けが一番難しいので、それを先にやっていきます。で、オーディオ IC をどういう風にハンダ付けするかなんですけども、
こちらのホットプレートを使ってハンダ付けしていきます。リフローハンダみたいな感じですかね。でその IC チップのハンダ付けが終わった後にキャパスタとか抵抗だとかそういった受動部品をこちらのハンダごとでですね手ハンダでハンダ付けしていきます。ホットプレートでのリフローハンダをする前に少し下準備をします。今回はクリームハンダを塗るためのステンシルは買いませんでした。なので事前にランド面に少しハンダを乗せておく必要があります。ハンダを乗せ終わったら脱脂します。脱脂完了後基板のランド面に少量のフラックスを塗ります。そして慎重にオーディオ IC を置きます。部品がずれないように慎重にホットプレートに置きます。温度測定のための熱伝追を近くに置いてそして蓋を閉めます。今回はホットプレートを使った簡易的なリフローハンダ付けですが、リフローハンダ付けについて少し説明させてください。これはリフローハンダの最適な温度条件を示したグラフです。ホットプレートの温度がいきなりハンダの溶ける温度まで上げるのはよくありません。150度から170度の温度で60秒間から120秒間プリヒートします。この温度を守らないとフラックスがいきなり沸騰して IC の位置がずれます。この時の温度上昇は 2,3 度に設定します。次にピークの温度は260度で60秒間から90秒間を守ります。これを守らないと IC や受動部品にダメージを受けます。またこの時の温度上昇率は4度以下に設定します。ハンダ付け完了後は冷風などを使って急速冷却するのが望ましいとされています。今回は専用マシンではなくてホットプレートなので完全にはプロファイルを守れませんがある程度従ってやってみます。プリヒートの温度に到達したのでこの温度を90秒間維持します。温度が高くなりすぎないように人間が制御機になって温度制御をします。90秒経ったのでこのままピーク温度まで上げます。ピーク温度に到達しました。ホットプレートの電源を切って蓋を開けます。風を当てて基板を急速冷却します。ハンダが固まった温度まで低下したら基板をホットプレートから取り出します。簡易的なリフローハンダ付けが終わりました。次に他の受動部品を実装します。フラックスを少量塗って部品を設置しそしてハンダごとを押し当てます。すべての表面実装部品の実装が終わりました。最後に入出力の端子を実装しておしまいです。スピーカーを鳴らす前に少しテストをしてみます。1キロオームの抵抗をダミー負荷として接続します。音声入力信号を接続します。電源電圧を接続します。波形測定用のオシロスコープのプローブを接続します。電源を出力します。無事に動きました。黄色い波形がオーディオ入力、青い波形が出力電圧です。制限波のオーディオ入力がパルス幅変調されてこのような波形になりました。次に直流電圧を入力信号として与えます。これによってスイッチング周波数を測定できます。スイッチング周波数は 303kHz です。こちらはデータシートに明記されているスイッチング周波数 300Hz とほぼ一致しています。最後にスピーカーを接続して音声を鳴らします。それではどうぞ。
かがだったでしょうか。表面実装 IC の実装に苦労する部分もありましたが、最終的には満足いくものができました。設計したオーディオアンプをこのまま使わないのはもったいないので、次回以降ポータブルオーディオアンプ等を作ってみたいと思います。それでは動画のご視聴ありがとうございました。